相当ピッチ上がってますね。少し足が後ろに流れてるのが気になりますけど、これ。あ、流れてるんですか、ね、はい。基本的に陸上選手は、あそこまで前傾かかってないんですよ、うんうん。地面に対して垂直なんですよね。後ろじゃなくて、真下に引きつけるみたいなイメージ。はい、真下に引きつけるイメージですね。なるほど。一見速そうな姿勢なんですけど、ピッチっていうんですか、うん、そこにうまくつながっていかなかったり、ストライドが出なかったりするんですよね。へぇ、はい。人間の走りの技術を駆使すれば、もっともっと速くなりますね。なるほど。はい。いいですね。やっぱりフォームが最初から最後まで変わんないっていうところがいいですよね。やっぱこの人と比べるとね、ちょっと今の人ブレてますよね、うんうんうん、肩が横に触れてるというか、はい、確かに確かに、はい、正面から見ると確かに、はいはい、割とまっすぐしっかり腕触れてるんで、逃がしてないですよね、横にエネルギーを。へー、うん、身長170ぐらいでしたっけ、でスタイル良くて、で、まあ、顔も可愛い。いや、これかなり今後楽しみですよ。フォーム直したら、いや、もうとんでもないことないじゃないですか。